いや、もちろんね、これ収納も収納することができます。これは絶対いいわ。ちょっとはい、こんにちは、人です。今日ね、新たにね、新しいものを購入したので紹介したいと思います。今回もね、ネスティンですね。ネスティンに使えるアイテムです。ということでね、今日紹介するアイテムは、はい、こちらになります。じゃあね、早速ね、開けてみたいと思います。はい、今日紹介するのはね、こちらの本になります。僕はね、固形燃料専用5択が不足しております。後ろにはね、注意書きが書かれております。この本の中もね、メスティンがね、自動で料理できるレシピがいっぱい載ってるので、中は購入して確認してください。でね、今回の付録はね、こんな感じですね。じゃあね、早速ね、こちらを開けていきたいと思います。はい、ということでね、付録のね、内容はこちらになってます。こちらが固形燃料ですね、専用ごとくとなっております。それでこちらがね、収納ケースになってて、こちらね、こんな感じで収納することができます。でこちらはね、固形燃料ね、入れる袋になっております。結構ダイソーなんかで買うと3つセットやもんで、1回使って2つ残るものでね、この収納袋がね、便利だと思います。で組み立て方はね、三脚になっております。で、ここね、でロック、よいしょ、ここからまずね、通してね、クッと引っ張るとね、はい、こんな感じでね、ロックされます。で、こんな感じで広げて使えるというふうになっております。これね、この幅が狭いもんで、多分1号のメスティンなんかにも使えると思います。このごとくね、間が狭いんです狭いので、こんな感じでね、シラカップのごとくにもいいんじゃないかなというふうに思います。先にね、しまう方いきます。こんな感じで、これじゃあ袋に入れるだけと。邪魔じゃない？大丈夫大丈夫。はい、こんな感じでね、収納することができます。もちろんね、こんな感じでね、シラカップにも収めることができました。でこれね、固形燃料なんですけどね、こちらにもちろんね、入れることができます。多分ね、2つか3つ入るには十分なサイズかなと思います。じゃあね、実際にね、炊飯ね、していきたいと思います。リセットします。今日は、ね、こっちですね。カレーライスを作ります。ちなみにお米はねもうかした状態になっております。お水はですね目安としてここねこちらリベットのね半分ぐらいにしてあります。でもこれ水にね30分以上つけてありますのでもう炊飯ができる状態になっております。ということでね、カレーも一緒に温めるので、こんな感じで上にのせちゃいます。ちょっと火が、横からの火がね、ちょっと照り返す可能性がありますので、こんな感じで折り返しておきます。ここから火つけます。じゃあね、今火が消えました。じゃあね、これから10分蒸らします。15分。はい、ということでね、カレーライスができたので食べたいと思います。はい、じゃあいただきます。はい、じゃあね、せっかくですのでこちらね、アクティブトーチを使ってね、焼き目を軽くつけたいと思います。じゃあね、こんな感じでちょっと焼き目をつけました。はい、こんな感じで。またいただきます。ちそうさまでした。それこれですね、意外と簡単にスポンと取れます。こんな感じで取れるものってあんまり気にしなくてもいいと思います。はい、こちらね、セリアの簡単アルコールストーブです。すごいよねこれ。固形燃料より多分ぴったりやと思う。これあえてこの大きさにしたんじゃないのっていう。つい専用のねお得がね現れたと言ってもいいと思います。一回ねこれでもね炊飯したいと思います。はい、メスティン自動ブックの付録の固形燃料専用ごとくなんですけど、実はね